11代目、市川海老蔵は、日本の男性歌舞伎役者、俳優、歌舞伎名跡、市川海老蔵の東大、屋号は、成田屋、縄文は三章替右門は、門は行用ボタン、本名は、堀越宝よ、旧名は、堀越高都愛称に、海老様、海老ちゃんがある、身長176センチメートル、古典の大役に挑み、発役を多く務め、 高い評価を得ている。エビ様と人気のあった11代目、市川團十郎に重ね合わせるファンもいる。現代の歌舞伎を担う若手スターの一人。また、NHK 大河ドラマ、武蔵武蔵で主役を務めたほか、現代劇にも挑戦している。小林真央との間に双子あり、長女は4代目、市川ボタン長男は堀越関連。2020年5月に13代目。 一川段十郎白猿を襲名予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、襲名並びに疲労工業が延期されることが4月7日に発表された。10代の頃のエビ蔵は、幼少時から続く厳しい稽古と家柄、伝統の重責に耐えきれず反発を繰り返していたという。そんな彼を立ち直らせたのは、偶然フィルムで見た肝心調の弁慶を務める祖父、 11代目、市川段十郎の芸の美しさという詩に感動したからと語っている。祖父を目標に掲げているが、その理想を追うがゆえに苦しみ、現在ももがき続けているという。以前は舞台に上がることが苦痛であったが、歌舞伎に真剣に打ち込むようになった今は、プライベートの方が苦痛に感じるという。これがようなことかと悩んで5代目、坂東玉三郎に相談したところ、あら、 それは当たり前よと返され、安心したと述べている。また、坂東玉三郎とそういったことを共感できたことを嬉しく思ったとも語っている。本格的な筋力トレーニングやヨガを行っており、雑誌、ターザンなどの表紙を飾ったこともある。成田屋のお家芸、歌舞伎18番のうち、今日ではあまり上演されなくなった演目の復活上演を積極的に行っている。特には、 バスケットボール、趣味は、相撲鑑賞。学生時代は、バスケットボール部に所属していた、スタジオジブリのアニメ作品の大ファン、オシャレイズムに出演した際に、崖の上のポニョの非売品の人形と、宮崎駿が同作を制作する際に使用した鉛筆をプレゼントされ、涙ぐんで喜んでいた。宮崎本人と対談したこともあり、その際に自身が実践しているたわしで体を撫でる。 健康法を宮崎も行っていることが分かり、共通点があったことに感動したという。2013年4月9日にブログを開始しているが、1日に10回以上更新するほど更新頻度が高い。2014年4月にはアメーバ MVB の初代受賞ブログとなり、2019年2月にはアメーバのブログオブザイヤー2018最優秀賞を受賞している。以前は寿司を 月50回食べに行ったり、タバコを1日4箱分吸ったり、酒を浴びるように飲むなど、不健康な生活をしていたが、心境の変化でタバコは2004年のエビゾウ襲明治に、やめ、歌舞伎をやるとき、神様に捧げることも意識しなくちゃいけないかなと。だから、心と体を清くしなくちゃという思いから不規則な、食生活や、酒、肉。 魚も2008年11月頃から辞めていたが、マ王との結婚後に、酒、肉、魚は再会している。クマモンが大好き。長女、霊の儀の初舞台での出演オファーも行い、共演を果たしている。モンキーパンチ高い後、ルパン3世のファンであることを、明かしている。父、團十郎が健在であった当時、海外公演などで一緒に舞台に上がった時には、 演出のことで揉めたことがよくあった。男十郎がエビゾーの意見を聞き入れて許してくる時もあったが、そういう時の家庭内の空気はよくなかったという。だが、反発していた時にずっと優しく見守ってくれていた男十郎に常々感謝の言葉を述べている。今回子が発覚した際に寛大な態度を見せていた父、男十郎も2007年に 海老蔵が風呂場で怪我をして歌舞伎公演を降板した時はさすがに激怒し公演に穴を開けたんだから自己管理がなっていない今回は同情できんとコメントしていた2010年に発生した暴行事件の被害を受けた際にも再度激怒し稽古に入れないのではないか責任の上では出演すべきではないと思っていると前置きし大変失礼な行動で当人の自覚のなさがなせる技 行き通りを感じているとエビゾーを突き放していた。2010年11月25日早朝、西麻布の飲食店で他の客に嫌がらせを複数回行い、エビゾーが灰皿に酒を入れ無理やり飲ませようとし、それを拒否するとエビゾーから暴行を受け、他の客が帰り討ちに合わすと、客切れし、乱闘になったがボコボコにされ、頭部、顔面を負傷、帰宅後に、 妻の真央が救急と警察に通報し、虎ノ門病院に緊急搬送される、歌舞伎俳優の仲間らと飲食後、数人のグループとエビゾだけが合流。その後、先に帰った数人のグループとは別の数人のグループとトラブルになり、殴られたとみられ、警視庁目黒署は、傷害事件として捜査を開始。しかし、エビゾは11月25日午後に予定されていた。 初春花形歌舞伎の記者会見を体調不良を理由にキャンセルしたにもかかわらず11月24日夜からのみに出ていたことが発覚11月25日夜成田屋講演会主催の講演会の集い開催後に急遽父團十郎が記者会見を開き本人の自覚のなさに怒りを感じると謝罪した怪我のため11月30日から出演予定だった京都 南座、吉礼化お店工業東西合同を歌舞伎を降板した。海老蔵本人が12月7日、都内のホテルで記者会見を行い、日頃の自分の思いが招いたことだと思いますと謝罪した。また、会見に同席した松畜の社長が、海老蔵の歌舞伎出演を無期限で自粛することを発表した。無期限謹慎に伴い、初春花形歌舞伎は中止となり、名古屋、味の座、 2月大歌舞伎を公案となった、ありがとうございます。